なんてことだ、とりあえず突っ走る、俺もあるよな。突っ走る突っ走る突っ走る、どうしよう、走って、時間ねえから30秒しかない。おい、ざけんなよ、先頭行ったもん勝ちじゃねえかよ。スピランコース、俺らにも勝ちねえ。まあ、一応走っか、一応走ろう、まだいける。ルイージ死んでるやん。おーいえー、ずるいの先頭は。俺クレイジー、俺先頭じゃん。お前らなんで死んでんだよ。俺がじゃあ最後に技見せてやるぜ。こうやんのよ、技っての。よミンバとは市民町に愛されない男、どうも、クサイジンです。今日もクサイジンチャンネルやっていくぞ。ありがとうございました。よく言えてなかったということで、ね、いや、ちょっとね、みんなにちょっとさ、聞きたいんだけどさ、あーやべ、これリンクコースか。あのさ、アイスの実ってめっちゃうまくね。アイスの実クソうめえよな。俺さ、大学生の頃、あーやべ、ほっぺたびっくりしょ。大学生の頃に初めて食べた、それまでさ、アイスの実食べたことなくてさ、なんでかっていうとね、俺めっちゃバカにしてた。アイスの実めっちゃバカにしてた。あのさ、ちっちゃい玉がさ、8つだっけ ?8 個入っててさ、いけいけいけ。あのさ、なんすパッケージとか、なんだろう、パッケージとあのちっちゃさにさ、なんか、調子に乗ったさ、意識高い系が、アイスの実、この小ささで、この高さ、この美味しさがわかる私、僕、私、かっけーみたいなさ、そういうさ、意識高い系が調子乗るための、調子乗り専用アイスだと思ったんだよね、俺。これは調子乗るやつが専用の、そいつのためのアイスだと思ってたからさ。こっちのオッケーオッケー。名前、オッケーオッケー。リンク取って。だからさ、買ってなかったんだけど、大学生の時にさ、家庭教師のバイトしてた時に、うぜえな、ルイージが。ルイージがうぜえ、ルイージがうぜえ、もうくそ、家庭教のバイトしてた時さ、親御さんに1万円分のクオカードもらって、それでなんかね、ふとね、た、なんかほぼただってことだし、いいやと思って買ったらね、それがね、それでね、アイスの実をたまたま買ったらめちゃくちゃうまくて、あの、ブドウとかマスコットは濃厚さ半端ねえのよ。それでもハマって、そっから俺ね、1万円分ほぼ全部アイスの実食ったわ。よっしゃ、これまだ終わりじゃなかった。よかった、よかった。すごくね、俺。ということで100個ぐらい、100袋ぐらい食ったわけでしょ、俺。アイスの実、漬けになってて、俺もう。あの、数ヶ月間ぐらいアイスの実漬け。あれ、ね、あ、もう喋りたかった。もっとアイスの実語りたかったよ。ということで、クサイジンチャンネルやっていくぞー。クサイジンチャンネル、よし、行ったろ、ルイージで行ったろ。これ、どこに、なんか似たようなコースやったことある気がすんだ。なあ、オッケーオッケー。オッケー。ちょ、邪魔。みんな邪魔。ちょ、邪魔。なんで俺こんな土管入れんだよ、たくそ。もう、さあ、つけられん。おっしゃ、死んだ、いたでしょ。いけ。これ、慎重にヒラー取ってこう。もうこれさ、みんなが死亡して俺だけ生き残るパターンしか勝ち目ねえよな。追い越すな、ほぼ無理だろう。いや、でもそんな形では結構フラワー隠れてっからさ、その方に死んでくれねえよな。あ、もう最悪。オッケー、ゆっくり行く。フラワー取ってこう。うわ、行ってんなー。もう二人とも言ってるだろ。キノコとルイージ言ってるよな。あれ?ルイージ俺だ。ルイージ俺だ。マリオが、どっかで死んだんか。ちゃ、行かせっか、絶対か、行かせっか、あら、イエーイ、ナイス逆転勝利、まさかの追い上げ、まさかのビリからの勝利、かっこよすぎるだろ。なんてかっこいいんだ、俺は。クサイジンチャンネル。Pスイッチ1回押してゴール、条件戦か。でもさ、一個ってのがちょっとな、簡単に終わりそうで、え?ゴール?いやでもここの土管に、ミスっちゃう。あれか!なんだあれは!うわぁ、なんか取りたくねえ!いや、けここでね、踏まない方がいい。条件戦、すぐに条件達成しない方がいい。ここで踏まないで、P 持ってって、自分の、オッケー、ほら、自分のいいところで踏んでいく!ほら、かっこいい!条件戦のプロよ、これが。あそこで踏まない。これが条件戦のプロ、クサヤ人の、なんとか。クサヤ人チャンネル。うわぁ、猫取りてぇ、これ。うわ、後ろからしゃがじゃんでいくか。
あー、オッケーオッケー、しゃがんじゃできなかったけど、とりあえず達成。誰か牙こけ、牙こけ、お願い。ナイスルイージ、そして死亡。ただ単に俺を助けたルイージ。オッケー、こいつ落として、こいつが鍵持ってるわけね。オッケーオッケー、いけや。あー、くそ、あー、もういけや、早く落ちろよ。くそ、あら、あれ、こいつもしかしてここの隙間じゃ落ちねえか。こいつもしかしてこの隙間じゃ絶対落ちねえじゃん。だよね、多分そうだよな。こういう感じだよな。あっち右側に落とすのか。どうしよう、これあっち側登りて、やめろ。あ、助けてくれたんだルイージ、ありがとう。なんで、もういいやつじゃん。お前いいやつじゃん。ああ、そっちから、そうそうそう、そっち側から押すんだよ。いけ、いやいや、ルイージ任せるか、ルイージ任せるか。ここはこの上はいけないよな。オッケーオッケー、上ショートカットはできないと。まあまだね、多分、ほら、よし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 、まだ終わりじゃない、ほらね、ボス戦あるでしょ。こういうの大体ボス戦あんのよ。マグマコースってボス戦率高えからな。てかキノピオ何してん、全然来ねえぞキノピオ。で今1回だろ、3回目。いやでもここ攻めすぎてもよくねえな、まだ終わりじゃねえな。今2回目が終わった。おい、やめろい。とりあえず、オッケーオッケーオッケー。まだね、終わりじゃねえと思うんだよ。この次絶対ある。この次絶対ある。オッケーオッケーオッケー。で、ここの、ダメ、終わりか？終わり？やめてくれ、マジでやめてくれ。これで終わり、マジでやめてくれ。ねえからな、終わりでは、これで終わりはねえから。絶対ね、よし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 、ボス戦あった。これで、待って、これ普通に右側じゃね？これ、この土管で、はい、あれ、フラワー出る系の土管かな？入れんじゃん。やったぜ。よっしゃ、勝てない。ごめんみんな、頑張って猫クッパ倒してたよね、ごめんね。知能ある人が勝つの。サージンチャンネル、よし、やスタート、なんとかね、後ろから生きてな。スタート幅飛びデッキ行くか。あ、やべ、持っちゃった、持っちゃった、お前持ちたかったわけじゃん、やべ、飛んじゃった。いきなり、でも戦闘、なんだかんだ戦闘、おー、ポン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 、そういう感じですか、一人、おー、ポンポンポン、オッケー、よしよし、だんだん人が死んでいく、オッケー、来たぜ、おいさん、ふざけんなや。なんでマリオの頭踏むんだよ、俺が1位だったでしょ、今のは、ふざけんな。